歯医者さんのつぶやき。はい、こんにちは。小池デンタルクリニックの小池です。さて、もう10月っていうのになってきましたけれども、来週になるとですね、もう体育の日っていうのを迎える形になってきます。さて、体育の日、運動ってことを考えていくと、運動するとき、ぐっとしっかりね、噛み締めることで力を発揮するっていうイメージわかりますかね。やっぱりどれだけしっかりこう噛み締めれるかっていうことは、その運動でのパフォーマンスってものにこの影響を与える場合っていうのが多々あります。ですから、最近ね、テレビのスポーツ選手とかそういったものを見てると、口の中にマウスピースと言われるような形のね、透明なものだったり色がついているものだったりいろいろありますが、そういったものをこう運動する選手がね、はめてるシーンなんてのもよく見ると見かける場合があると思います。これはただ、歯を例えばこう防御するために入れてるっていうんではなくて、その力がバランスよく噛めることによって全身にこう力が入りやすくする、そういったことも含めるっていうことなんですよね、あれは。ですから、歯を食いしばってっていうようなことがありますけれども、やっぱり歯を食いしばって頑張るっていうようなセリフでよくわかると思うんですが、やっぱりしっかりこう頑張ってや何かやろうっていう時には、ぐっと体全身力入れる時っていうのは食いしばる感じっていうのはわかりやすいと思います。ですから、しっかりね、力を発揮する。例えばウェイトリフティングなんて分かりやすいかもしれませんが、ね、バーベルを重いもの持ち上げてグッと持ち上げる瞬間、歯にかかる力っていうのはものすごい力がかかる感じ分かるかと思います。ですから、そこでしっかりした噛み合わせができていれば、やはりその分だけこういったバーベルを上げやすい、またあれだとその分すごい力もかかるところなんで、歯を守るためにもマウスピースがあった方がいいなんて形になるので、マウスピース推奨っていう競技の一つにはなってきますよね。そういう形でですね、マウスピースを推奨されるような競技ね、っていうのもやっぱり多々あります。一つには先ほども言ったように、守るためにつけるっていうので言えば、ボクシングっていうものはこうイメージしやすい、アメフトとかね、アメリカンフットボールとかね、そういうものも、分かりやすいと思います。でも、守るため以外に、先ほど言ったようにその力がね、こう発揮しやすいっていうような形でつけるスポーツっていうのもいろいろあるんですけれどもね。ただ、これもね、実際自分たちがどんなスポーツをやってるかっていうものによっても変わってきます。推奨されるスポーツと、逆に言うと、その効力があるがために禁止されているスポーツっていうものもあったりします。ですから、よく噛めて力が発揮しやすいということで、それが補助的な、ね、道具に力を上げる道具というふうな形で認識されてしまう場合があるので、例えば皆さんがよく知ってるゴルフっていうもので言うと、これマウスピースをつけるとね、飛距離が上がったりとか、精度が上がったりなんてことを言われたりするわけなんですけれども、そうするとですね、海外の、メジャーな大会でですね、ある有名な選手がこういったマウスピースをね、つけて出場して、これ飛距離が上がってねみたいなことを言ってた選手が失格になったっていうね、そういう事例もやっぱり昔あってですね、そこからやっぱりちゃんと禁止になってるみたいな形がやっぱり大きい大会っていうものはやはりゴルフだとあります。ですから、ゴルフなんかでね、マウスピース、例えば練習するときなんかにそういった動きを体に覚えさせるためにつけてる分には問題ないと思いますが、試合にそれをつけた状態で出れるかと言われれば、それはね、できない形になりますので、注意が必要です。ちっちゃい大会とかだったらまたそこまで言わない場合もあるとは思いますよ。だから、自分のその行っているスポーツ競技によって推奨されるものもあれば、逆に禁止されるものがある、そのぐらい効果があるのがマウスピースというものであるというふうにね、逆に覚えていただければっていう形です。なので、スポーツされている方、特にグッとこう歯で食いしばるような競技をやられている方、これはそのマウスピースの効力というものがやはりその分出やすいという形になりますので、特に歯並びの悪い方はこのマウスピースをつけることで全体が均一に当たって均一に力を発揮することができるので、歯の並びの悪い人、余計に効果が出やすいかとも思います。
ですからスポーツやってる方、今このラジオを聞いた方でね、そういったものに興味のある方は、そうしたスポーツ的なマウスピースっていうものをね、ちょっとこうやってみようかなっていうふうに興味があれば、自分がこうかかりつけで行ってる歯医者さんに相談してみるとかね、まあこちらに相談されてもいいですが、そういうふうにね、マウスピースっていうものをね、一つね、そんな道具あったのかっていう形でね、考えてみてもらうと、運動の対する効果、含めてちょっと楽しくなってくるんじゃないかとは思います。それでは今日はこの辺で失礼します。この辺です。最新設備を使用した上質な治療をあなたに、福山市江南町小池デンタルクリニック。電話 084-983-0418